はい、船虫くんチャンネルです。今日は燃料タンクの話です。この前ちょっとね、燃料タンクがめちゃくちゃ錆びてるっていうのをやりましたけども、今度は S13 系のシルビアとか、あと180でよく聞きません？燃料タンクがぶち破れるっていう、後ろをぶつけちゃったりするとマフラーがね、やっぱり燃料タンクのすぐ脇を通ってるんで、ケツをぶつけることによって燃料タンクが穴が開いちゃって、まあ最悪燃えるっていう人もいますよね。で、実際に穴を開いた車の紹介をしていきます。さあ、ボディのね方が、後ろがこうやってへこんでて、でこっちの燃料タンクがぶつかっちゃって、こんな感じですね。燃料タンクがね穴開くって結構ほんと怖いよな。でマフラーはねぶつかっちゃって、これブッシュ切れてますね。でマフラーもまあ歪んじゃってる状態です。さあ、そして上からガソリンをこうやってねポンプのとこ開けて、13ってこんな風に直で見えんだな、一音と全然違う。でガソリンを一旦下のタンクにまあ移動してから下ろすと、じゃないとまあ下ろすときにガソリン入ってるとめんどくさいですもんね。そうね。あ、なるほど。さあ、燃料タンクね、タンクってこういうねでかい段ボールに入って、まあ、日産純正部品として取れるみたいです。はあ、これかという感じです。一回廃盤になったとさっき高島さんから教えてもらったんですが、なんと値段がね倍近く上がったということで、大変高価なものになってます。まあそしてこれがこれから、まあ、こちらと交換されると。ちなみに中どんな感じになってるんですかね。わ、めっちゃ綺麗。なんかまるで樹脂に見えちゃうけど、これ鉄なのか。あ、鉄だ。前塗装してなかったのよ。へえ。なんか塗装するようになったのか。サービスですね。ね。ああ。ありがたい。なんか黒ゲルコート仕上げみたいな。ああ、これに変わってきます。さあ、そして日は変わって、タンク降りました。これね。で、ここが動画に映った補修部分なんですけど、ここをちょっと剥がしてきましょう。で、問題は現場で応急トラブル。どうしたらいいのか、ここなんですよ問題は。そういうところもね含めてお届けしたいと思うんで、困った時に役に立つと思うんで、見てください。さてね、ちょっと剥がしていきましょう。まあ、これはアルミテープがね外側ついてるんですけど、アルミテープって言ってもなんか内側がブチル状になってるテープだ。おお、うわ、一気に剥がれる。うわ、結構踏んでそうな。うわ、なんだこれ。うわ、うわ、うん、うわ、突っ込んであるん。なるほど。さあ、ちょっとこれをねアップで、これ石鹸です。これよく出てこねえな。うお、めっちゃ穴開いてる。割れたの？これ刺しただけ？はあ、すげえな。ばっくり。はい、すごくないですか。で、たかがこの石鹸を差し込んでるだけ、これだけで止まると。実際にこの車はサーキットでこうなって、まあ、そのさっきの穴のところにこれをドカッとぶっ刺して、で周りをテープで覆っただけで、実際もしこの石鹸を刺したところの周りから漏れてきてたら、さすがにあんなねアルミテープ、まあブチでついてるアルミテープだから、まあ相当強力だとは思うんですけど、さすがにまあそれだけじゃで止めらんないと思うんで、石鹸すごい、うん。でこれ、あの想像以上にでかい穴だったからちょっとビビったんですけど、例えばひび割れみたくなるじゃないですか、例えば切れちゃってとかであれば、この石鹸をゴシ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 って割れたところにねじ込むっていうか、あのこすりつけて、なんだろうな、大根おろし状態にしてもらえれば、とりあえずガソリン漏れ止まるんですって。だからとりあえず燃料タンクをダメにしちゃった人は、まあサーキット上によってはないと思うんですけど、とりあえず石鹸を用意してください。でなければ友達の車で近くのコンビニに買いに行く。コンビニ売ってんのかな、もしかしたらちょっと売ってないかもしれないけど、でもとにかく石鹸を
使えばなんとかなると、これをね実践してもらいたいなと思います。まあやっぱりね、自走できてる人は特にそうだと思うんですけど、とにかく問題なく帰るということが大事なんで、この車はちなみにメーターが2メモリぐらい、だから半分ちょっとかけるぐらいの量が入ったまんま自走で家まで帰れたという感じでできたってことなんで、だから石鹸ね十分効果あると思うんで、困った人はねぜひちょっと石鹸を、まあ、使っていただくといいんじゃないかなと思います。ちなみにあれですね、燃料タンクの中の状態もちょっと見てみましょうか。さあ中めっちゃ綺麗、この前のね錆びてる燃料タンクとは比べ物になんないな。結構ねえ、めっちゃ中綺麗、意外そういうもんなんだな。ちゃんと普段から使ってる車は綺麗なもんなんですね。うん、まあ外見もね鉄の割にはなんか錆とかもなくて綺麗に見えるな。はい、どうだったでしょうか。今日はね燃料タンクトラブル、ちょっと1415はねこれないとは思います。1415でもし燃料タンクが割れるほどのなんかやっちゃったってなったら、もう多分どえらいことになってると思うんで、まあやっぱり13180系の話かなとは思うんですけど、あと R3 に、あそこら辺もそうか、うーん、だからケツの下 AE86 なんかもそうですね、全部鉄なのかな、まあ、ちょっと鉄製かどうか分かんないですけど、まあ、とにかく割れちゃったらガソリンにはああいう風に石鹸を詰め込んでもいいし、まあね、ひび割れだったらガガガガってやってもらえれば、まあ綺麗になるんで試してみてください。明日の夜9時にお会いしましょう。今日は以上です。チャンネル